すると今度は、ウサギさんがノリノリで走ってきて、手袋の中に潜り込みましたー。あったかーい。すると今度は、キツネさんがノリノリで走ってきて、手袋の中に潜り込みましたー。あったかーい。何のよ。すると今度は、狼さんがノリノリで走ってきて、手袋の中に潜り込みましたー。あったかーい。すると今度は、イノシシさんがノリノリで走ってきて、手袋の中に潜り込みましたー。あったかーい。すると今度は、クマさんがノリノリで走ってきて、手袋の中に潜り込みましたー。あったかーい。すると今度は、大切な手袋を落としたおじいさんが慌てて走ってきて、手袋を見つけて喜びませんでした。なぜなら、手袋の方がおじいさんより大きくなっていたからです。よいしょよいしょ。おじいさんは動物を引っ張って抜こうとしました。しかし動物はぎゅうぎゅうに詰まっていて、おじいさん一人の力では抜くことができませんでした。すると、そこへおばあさんが現れ、危ないから下がってるおじいさんと言って手袋にお尻だけ突っ込み、ました。そして次の瞬間、おばあさんは思いっきりおならをぶっぱなしました。ブーくっせー。おばあさんのおならのあまりの臭さに動物たちは一斉に飛び出し、手袋は元の大きさに戻りました。おじいさんはその手袋でそれを編んでくれた大切なおばあさんと手をつなぎ、仲良くスキップしながらノリノリでお家に帰ったさ。ふぅー、へでたしへでたしー。おーしまい。入った。はい、手袋。手袋じゃないよ、桃太郎だよ。桃太郎は違う絵本でしょ。手袋だよ。手袋じゃないよ。これは手袋でしょ。これ何？これ手袋だよ。これは何？これってブークロでしょ。これは雪？これ雪だね。雪降ってきた。そうだね。姉ちゃんさっき手袋履いた。そうだね。これ雪？これはメメだね。メメじゃないよ。そうなの？まず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 。Huh?